キリュウさん大丈夫おじさん。はあ、少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと風間、こそこそしやがって。しまん。寺田藩、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな。そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろってましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま、脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。親父。どうせえぞ、柏木。もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗振らしたるわ。Yeah!
これまでだ、島野。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。奴は登場会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして弓はその計画に志願したんだ。弓か。アレスに急げ、カズマ。弓が危ねえ。アレス、アレスに弓か。そうだ。それから、これは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは後目狙って動き出すでしょう。だが俺は登場界の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。登場界の未来がそこにある。はい、カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した。子供のための施設。いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の親父でした。